そう、一日お家にいたんですけど、お家にこもって練習してたんだけど、もうそうなかなかゆっくりではできないです、できてないけど、できてないっていうか、まあそう、ちょっと今日はね、すいません、ボサボサなんで、ボサボサなのでね、ちょっと髪の毛結んでます、すいません。すぐ終わっちゃうんですけど、そう、明日も朝早いんだよ、朝早くて、ちょっと今日はまだ寝れない、寝れそうにない、まだやばいやばいやばい、ヤシタンさんありがとうございます、やばいやばい、結構やばい、クロちゃんさん、あみちゃんさんありがとう、寝れたは寝れたんですけど、ちゃんとね、あの しっかり睡眠取ったんだけど、でもまだね、覚えなきゃいけないことがね、結構今山積みで、今日寝れるか危ういところではある、もう詰め込みます、必死にこれからまだまだやりたいと思います。アソフェス、そう、明日ねアソフェスリハがあるんです。そうなの、アソフェスリハがあるので、であと他にもやらないといけないことがまだあるんだよね、明日終わっ、明日リハやって、そのそう、いやそう、こんばんは、サットンさんありがとう、自宅内ではマスク着用の指示がありましたがないです、ないですよ、ないですけど、すいません顔が今日ちょっともうダメなので、すいません疲れちゃっててね、顔がもう疲れ顔でね、もうあのうさ見せれたようなものじゃないのでズッキーさんありがとうございます、天気は大丈夫そう、あ本当、そうフェスとかもイベントね、その続くこれからたくさんあるんですけど、それ以外にもやっぱいろいろ動いてることがあるのでね、 HKT 内でもみんな結構大変忙しくやってますので、もう頑張り時です、みんなね、葵ちゃんさんありがとう、すいませんがね、亀子さんの写真ね、本当そうすごい、まだ載せ、これから載せるよって言ってた方もいたりするんだけども、してくださってるんだけど嬉しいね、すごい、ね、すごいよね、初めて、なんか初めてではないけど、あのたくさん、こんなにもたくさんね撮ってくださってて嬉しいってなりました、
すごいね、マジ綺麗だよね、本当に。画質とかもめっちゃすごいわ、すごいわ。にゃおんさんありがとう。またやってほしいよね、またやってほしい。また亀甲石やってほしいね、ちゃんとくさんありがとう、あおいちゃんさんありがとうございます、ひろちゃんさんありがとう。現像しなきゃいけない、データとかで撮ってるから。そうだよね、すごそうなカメラ並んでたもん。やっぱにゃおんさんありがとう。11周年あるかな、亀戸石。なかなか普段のないからさ、ほんと。国翔さんありがとう。だって相手しか撮らないかも。私のファンの方で撮ってください、ぜひ。また会ったらカメラそれまでに練習してでもまあカメラさ撮るのが好きっていう方はいいんだけど、でもさ盛り上がりたいっていう方もいるじゃん、もちろん。そうそうね、みんながみんなね、そうカメラしたいわけじゃないと思うんでね、あれだと思うんだけど。めっちゃすごいカメラの人いてびっくりした。すごいよね、ほんと高いよメガネじゃない、カメラ高いぞ、ほんとに。高級カメラ使ってらっしゃるんだろうな、みんな。最善てるよって、うーすごすぎ、なんでおるってなったのもうね、今年の運使い果たしたね、多分。全然変わらない、素敵でした、ありがとう、ありがとう。やっぱ歌を届けるのっていいよねってなるわ、本当に。なんかそれで感動しましたとか言われて、やっぱ嬉しくなるから、なんかもっと頑張ろうって思いましたね。車変えるレンズの人とかいた、しか出ないまあまあ、でもその人にとってはそれぐらいの価値やんね。バキュームレンズ、バキュームレンズすごいよね、本当に。マジで見たことないようなカメラ持ってる人いたな。望遠レンズ、そうだよね。でも嬉しいね、なんか。でもなんだろう、なんか画質いい写真嬉しいよねいや嬉しいっていうか、でもなんて言うんだろうな、素の自分をこうね、自撮りとかじゃないのでちょっとさ恥ずかしい部分はあるんだけどもね、でもまあ嬉しいというのはあるんですけど、あるんですけどね。
私は丸顔、あ、垂れ目、あ、うん、垂れ目丸顔選手権日本代表ツイートしたんですけど、そう、反応してくれて嬉しい、みんな。そう、丸顔好きな人、垂れ目丸顔好きな人に刺さるといいなという気持ちですね。亀さんありがとうございます。あ、でもわかんない、私垂れ目なんかな、垂れ目わかんない、垂れ目じゃない説もあるけど、釣り目ではないよね今日ちょっともうね、昨日泣いたからさ、むくんじゃってわからないし、眼鏡もかけてるんであれなんですけど、釣り目ではない、ピケさんありがとう、葵ちゃんさんありがとう、確かに笑うとね、垂れ目ない、まあね、なんか結構ね、初期の頃とかはね言われてたんですよね、めっちゃピンクの衣装が可愛かった、可愛いよね。まあ写真をね、また載せ、ゆっくりゆっくりというか、まあ載せていこうと思うんですけど、可愛すぎるね、ちょっと可愛すぎる衣装が可愛すぎちゃう、あんな可愛い衣装なのって思って、私初めて来た時もうちょっとね、まあ、なんかワンピース系のなんかそういう感じなのかなって思っていたんですね、想像では。だけどなんか着たと、あのフィッティングした時に、なんか予想と違うと思って、そういい意味でね、いい意味で、可愛いってなったんだけど、可愛すぎて大丈夫かなみたいな、ちょっと可愛すぎちゃって大丈夫かなみたいな、そうね、似合うかなみたいな、ちょっと思って心配ではあったんですけど、まあでも可愛い衣装で嬉しい、可愛い衣装着れて嬉しい、そう、フリフリでしたよね。憂鬱なバラさん似合う、ありがとうございます。フライングのフライ、ペンライトピンクにするちょっと本当にあれはやばいんだよね、やばいっていうか、見えてた、見えちゃってた、私一人で出てっちゃったの、やばい。いや、これもね、どっかで話したら話そうと思うんですけど、一人でね、まさかの出てって、出てしまったという。で、1121ありがとう。私の姿は見えてないと思うけど、私とは断定できてなかったと思うけど、わかんないけど、どんぐらいのクラスだったかも、あれもう記憶がない、記憶がないんだけど、まあやばいことでしたよ、本当にやばいことになりました。村長であることまでちゃんと認識できた、やばいじゃないかそれは、嘘でしょ、嘘でしょ、マジでそれやばいねバレてないと思ってました、マジか、それは結構やばい、結
結構やばいっていうかもう終わったことなのであれなんですけど、いや本当に一人で出てっちゃってね、マルさんと関さんにあのそう引っ張られて、そう戻されましたけど、いやいや、まあまあまあ怒られないですから、私たちはっていうか私は大丈夫です。いや裏でね、まあちょっと結構怒られないっていうか怒られなかったから大丈夫なんだけど、でもやばいやばいっていうか、そう結構裏がもう本当すごいバタバタしちゃってて結構大変なそう状況になってたからピンチだったので、そうなんか覚えてない記憶が曖昧なんですけど、あの時みんな焦りすぎてそうちょっとね、またゆっくり話したらいいんですけど、まあ、一村ラジオとかでも話せたら話すと思います、多分うん話します、まあ公演とかでも話す時が来るかもしれないけどね、まあちょっとそれをお待ちください特攻隊、特攻隊長やばい特攻隊長やばい、堂々とね言えるようなことでもないんだが、はい、まあそんな感じでちょっとすいません、15分経過したということで早いんですけどごめんなさい、ちょっと終わろうと思います。終わろうと思います。今日はまだね寝れないと思うんですけれども、頑張ります。では、亀さん、吉田さん、一郎さんありがとう、ベーコンさんもありがとう、あ、ラジオ一応ラジオメッセージ送ってください、早急に多分もうすぐ収録するので近々今週中に、うん、この後にでもすぐ送ってほしいなと思います。あの恥ずかしかったエピソードとかでもあの前なんかこういうことを日常的になんかこんなことしてたとか、なんて言うんだろうな、じゃあツアーで、まあ、来てくださった方で言うとやっぱこんなことがありました、恥ずかしかったこと、ツアーでの恥ずかしかったことなんかあればとか、なんか現場こうイベントフェスとか、まあ、イベントに行くときになんか自分がいつもしてるなってこととか、そう無意識にしてるなってこととか、あと感想もお待ちしてますし、質問とかもお待ちしてるし、あと配信で見てくださった方とかもそう、その見るときになんかいつもこういうことしてるなとかでもいいし、うん、イベントもありましたしね、そのツアーだけじゃなくフェスも山中湖もあったから、いろいろちょっと送ってくださったら嬉しいです、楽しみに待ってます。にゃおんさん、くろちゃんさんありがとう、あおいちゃんさんありがとう、はい、お願いいたします。ではでは、ランキング読みます。13位ひろゆきさん、12位ひろちゃんさん、11位さっぽんさん、10位ゆうつなむらさん、9位 PK さん、8位ズッキーさん、7位福京さん、6位クロちゃんさん、5位国翔さん、4位 MJ さん、3位にゃおんさん、2位フォクピグさん、1位あおいちゃんさんです。ありがとうございます。フォクピグさんありがとう、今日明日とかでも送ってくださったらありがたい。では皆さんおやすみなさい、また明日ね、バイバイ、バイ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 。